してね。こんばんは、アリサです。本日もパワプロやっていきたいと思います。はい、今日から、神宮ホームに戻っての1位阪神との対決でございます。松田スタジアムが終わり、負け越して、ホームに帰ってきたんですが、ゲームでも松田ということで、はい、今日から阪神戦頑張っていきたいと思います。はい、本日の先発こちらでございます。はい、皆さんお分かりでしょうか。ショート長岡選手が、捻挫のため使えませんということで、1週間使えないんで、竹岡選手にね、行ってもらおうかと思います。小森くんとかもね、おったんですけど、ちょっと調子悪かったんでね、上げなかったです。はい、その代わり増田修さんとか、西村瑠人くんとかがね、好調、もうなんか好調だったんで上げてきました。そして早速スタメンの増田修さん、今日ライトで入れております。はい、今日は、お、え、早っ、もうサイズに、サイズに、や、え、もうサイズに、早ない、うわ、阪神の里輝さん見て、あの顔なってる、あの顔なってるわ、この顔なってる。いやー、今日は勝ちたい、今日こそ連敗止めましょう。朝や再生投げの遅いんやった、見送ってストライク、まずは決めてきました。遅い、早く投げて、早く投げてとか言ったらまたあれ、ああいう感じになっちゃうわ。投げた、いーや、うわ、あー、ちょっとやっとくわ、セーフ。いやー、ちゃ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 、お、え、バント選んの、やばい、あー、もう、あー、いやー、あー、やばい、あほど遠いぞね。もう
よーし。リプレイを第3球を投げた。よーし。よっしゃー。ナイスブーちゃん。いやーそれー。いやーじゃー。ああ。合計は3球目。投げた。打った。いや落ちる。え？うわ。よーし。うわー行けたかな。あ無理か無理。ナイスナイスそれそれ。やるやん。球を投げました。よーし。あーあいけない。あ帰ってない帰ってない。あ二人は無理から。いやいややってよ。あ戻れ。あちょっとサイズにしか見てへんからこっちは。自主的に戻ってくれ。お、でも追いついた追いついた。いやー二人帰ってこれた気がする。あでも追いついた。普通におもろい試合してるわ。いやーもう。いやーやべー。いやーうわーちょっと頼むよマジで。いやなおもピンチが続きます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。マジで腹立つわ。ランナースタート。おいやめて。2塁セーフ。ランナーを2塁に進められてしまいました。どうもサイズに打ちました。おいもうサイズに帰るよもうあかんわサイズに。ほんまにマジで今度下げたんよ。まあやりよった。え？よっしゃ！よっしゃ！バババババ。よーし！テンポいいテンポいい。よーし！初球ストライクから投げました。大山。
カエルピッチャーおらんねんけど、山本さん行くか。第2球流し打ち、うわもう、ああもう終わりやわこれも、あかんわ、もうピッチャーおらんもん。よーし、疲れてる疲れてる、浜地さん疲れてるよ。球はいいん？球の問題もしかして？うわ、うわもう、あかんわ。ああ、緩急使ってると思うねんけど自分。うわ、うわ犠牲フライか。ああ。よーし。ああ。やってもうた。大西さん行くか。いや。あーらまー。あー。やべー。甘かった今の。あーわ、いやーわーもう何本打たれんだよマジで。なんだ140m って、もうおらんからもう投げても、無理やー、もう誰か止めてマジで、もう時間ないのよもう、マジで早くして、よーし、ナイスナイス。第3球は打ちました、中のボールを取る、一塁送球、一塁よセーブ、記録は1つ、セーブ、追い込まれています、投げました、ここは3球三振に終わりました。7回の裏が終わりました。ちょっと強さのレベル下げていい、マジでお願いします。投げた、うわ、もうおらんよピッチャー、取れる取れる取れる、よーし、よし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 、勝つかもしれん、あー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 
場の島が投げました。おいおーし、もう何なん21ヒットって。いやーどうだー。ちょっと待って、ほんまにレベル下げたいねんけど、なんか急に勝たれへんねんけど。もう3位になってるって。おー、ツーランホームラン102。
まあいいよ、どうせバイバイやから。なんでこんな急に負けるかな。なんで勝たれへんの。でも今日の収穫ポイントは、あの村上さんにホームランが出たということで、はい、よかったです、本当に。はい、ちょっともう勝とう、次はマジで。次勝たないとほんまにファン減るから、マジで。こっちもこっちで動画のために、動画のためにどうせわざと負けてんやろとか言われるから、優越出てくるから、勝たないとほんまに。はい、まあということで、はい、皆さんに、ここでご報告がございます。11月16日土曜日に渋谷ラママさんで、ライブをします。ちょっとね、私今企画を考えてるんですけど、ちょっとねちゃんとやりたいです。ちゃんとアイドルさんがなんかちょっとちゃんと西武のちゃんとやってたらしくて、ちょっとそれ拝見させていただいて、ちょっとやりたい。あの西武じゃなくても、あのヤクルトのちゃんとなんかやりたいな。なんかあのこれやってほしいとかあれば、あの言って欲しいんですけど、はい、ちょっとそういう企画も考えてるんで、はい、あの野球終わって、まあ、日本シリーズも終わっての時期になると思うから、野球が恋しくなると思うので、皆さん、ちゃんと歌いましょうということで、皆さんお待ちしてます。ということで本日もありがとうございました。明日は勝ちます。